こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドでシティポップを作るというこのプロジェクト、まずはピアノとサックスをボーカルに見立てて、弾き語りバージョンで曲を作りたいと思います。で、今回はボーカルの人がもう決まってるので、歌う人がそのボーカルの人の声域に合わせて曲を作るので、一回曲を作ってみて、声域、それで歌えるかどうか、歌いやすいかどうか、そういったところを含めてちょっと確認をしてもらおうと、そういうふうになっております。はい、では早速作曲始めてみましょう。はい、そうですね、まずピアノ。まあ全音符でいきますか。全音符でね。はい、で、あの方が出る声が、ちょっと声域を確認しますね。声域を、声域をもらってるんですよ。ちゃんとアプリ使って出してもらったんですよ。G3 なんで、じゃあここか。ほう。G シャープ3か。じゃあここ出せるね。はい。おい。こんな感じでコード作っときましょうか。で、こっちのちょっと構想がなんとなく出てきたので、ボーカルライン入れてみます。はい、こんなに高い音出るのすごいな。まあ行き着き考えるとこの辺だろうな。
はい、聞いてみましょう。はい、はい、こんな感じでしょうか。はい、こんな感じですね。はい、ボーカルラインできました。それでは次回はピアノを入れたいと思います。はい、それでは今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。